よし、文章完成。じゃ、プリントしようかな。というときに、プリンターがないときってありますよね。特に、出先で、文章を作った場合に、どうしてもプリントアウトしないといけないって場合に、プリンターがない。さて、そういうときにどうするのかというアプリを今回ご紹介したいと思います。今回ご紹介しますアプリはこちら、ネットプリントです。出先でプリンターがないときに、近くのセブンイレブンのコンビニの複合コピー機からプリントアウトができます。この、ネットプリントのアプリ、無料登録も終わっておりますんで、メニューがもう出てます。ファイルをプリント、ウェブページをプリント、テキストをプリント、他アプリからの登録方法ってありますが、今回は一番上、ファイルをプリント、ここをタップします。そうしますと、ファイルを選択、写真かファイルを選択するのが出るんで、今回はファイルをタップします。はい。で、先ほど作った文書の保存場所、そのホルダーを、探します。はい。と、先ほどのは、地区清掃のお知らせ。これをタップします。はい。そうすると、一覧に、地区清掃のお知らせが表示されます。はい。で、右下の送信をタップします。アップロードしますか？はい。はい。アップロード完了で、今、受付中というふうに出てますね。これ、更新すると、受付中は消えます。はい、消えましたんで、あとはこの文書の詳細設定をします。右側タップします。はい、管理番号以下、項目がありますが、もう白黒とも分かってますんでね、このカラーモードをタップして白黒にしときます。そして暗証番号の設定もできますが、今回は暗証番号いりません。すんで、これで決定、ここをタップします。はい。設定してよろしいでしょうか。設定完了後、プリント予約番号を発行します。出ますんで、はいをタップします。はい。番号発行中と出ますね。これずっと表示している場合がありますんで、この更新をタップします。はい。そして予約番号一覧。はい。出ました。予約番号と、プリント有効期限ということで、そこに書かれてますね。で、詳しい内容は、右側をタップしますと、その、先ほど作った文章が表示されます。ただ、ちょっとこれ、癖物なんですね。ドキュメントファイル、いわゆるワードの、拡張子、.doc、または .docx のファイルであれば問題ないんですが、いわゆるワードとの互換性がある、いろんなオフィスソフトがありますよね。そのオフィスソフトによっては、エラーになる場合があります。今回のこれ、オフィススーツ7プロを使ってますが、なんかね、数字がエラーになりまして、数字を省いて文章のみで、なんとかアップロードができました。こういった場合には、文章を PDF にして、それをアップロードするとうまくいきますんで、あれこれ試してみてください。かなりね、文章によってはあれこれと制限がついてますんで、詳しいことはね、サポートとかにありますんでね、そのあたりをね、見ていただけると、詳しいことが、わかるかと思います。はい。今回は、ネットプリントについて、ご紹介をしました。それでは、失礼します。はい、おまけです。インターネットの、
ネットプリントのサイトに行きますと、ネットプリントの使い方が、詳しく丁寧に書かれていますんでね、まあ、こちらを参考にしてみてください。プリントの流れ、簡単便利3ステップ。パソコン、スマートフォンからプリントしたいファイルを登録します。発行された8桁のプリント予約番号をメモします。セブンイレブンのマルチコピー機に8桁のプリント予約番号を入力し、プリントしますって書かれてますし、動画で、サービスのご紹介、活用例もありますんで、まあ、このサイトをね、参考にしてみてください。失礼します。